はい、では行きましょう。放物線の極方程式ですね。ここでどういう問題やるかというと、見てみてください。こんな感じですね。極を焦点とし、視線上の点 4,0 を通り、視線に垂直な直線を順線とする放物線の極方程式を求めようとね。で、前回の動画でやったのは直線の極方程式やったんですね。直線の極方程式で、今回は放物線の極方程式です。やり方はほとんど一緒ね。前回の動画でもやった通り、やっぱり求めたい直線上とか求めたい曲線上に点 P、r、θ っていう風にして極座標の取り方で点 P を取ると、そして放物線の定義を当てはめるだけだったんですね。前回のは条件を考えたと。今回はまあ放物線の条件なので、もうほぼほぼこの放物線の定義をかん、あの、当てはめることになります。じゃあ放物線の定義って何やったかっていうと、焦点と順線からの距離が等しい点の集まり、それが放物線やったですよね。わけわからん人はね、放物線のところの動画を見直してみてくださいね。例えば x2乗イコール 4py っていうのはこういう放物線を描くんですけれども、これはこういうふうに x 軸 y 軸があって、そしてここに点 P 焦点があったら、その反対側に順線があって、この焦点と順線からの距離が等しい点を取っていくと、こんなになるよっていうことやったんですね。つまりまあどっかこの放物線上にどっか点を取ったときに、この距離とこの距離が等しいと、それが放物線やったんですね。 y2乗イコール 4px みたいな時でも一緒ですね。 x 軸 y 軸があるよと、そしてここに焦点があった、その反対側に順線があると、この焦点と順線からの距離が等しい点の集まりが、これが放物線やったと。だからね、もしこの辺に点があれば、このここの距離とここのね距離が等しくなるんだっていうことやったんですね。もちろんここが垂直っていうのはね、放物線のところで紹介した通りですね。点と直線の距離なんで当然垂直です。 OK でしょうか。これを使っていこうと。なんでね、あとはもう実践ですね。とにかくこの問題ではどうやるかっていうのを見ていきましょう。やはり、まずイメージしますね。極を焦点とし、だから極 O を取りますね。この極っていうのは極 O のことですね。そして視線上、視線っていうのはこの極座標の表し方ではこういうふうに視線 OX っていうのがあるんですね。上の点4,0 っていうことは、O からの長さが4で、で、角度が0、θ が0っていうことなんで、この視線上にあるっていうことです。それに、垂直な直線を順線とする。つまりこれが順線だよと。これが焦点で、これが順線だよって言ってるんですね。やから、これとこれの距離が等しい点の集まりっていうのは、こういう放物線を描きますよね。これはいかに放物線に慣れてるかっていうね、そこがポイントです。ね、じゃあそんな放物線の極方程式を求めようっていうことなんですけれども、方針としては、やっぱこの求めたい曲線上に点 P、r、θ を取って、っていうことですね。だから求める曲線上に点 P、r、θ を取ると。そしてやっぱり考えるべきことは、放物線の定義ですね。つまりこの距離とこの距離が等しくなるんだっていうことなんですね。これをなんとか条件として考えていきたいと。だからね、まあ、少しでも表しやすくするためにここに名前つけといた方がいいんでね、点 H とかつけときましょう。 P からこの順線に下ろした垂線の足を H とすると、そしたら僕らが考えるべきことは PO=PH になるっていうことですよね。それを考えたらいいんだと。じゃあこのOP の長さ、PO の長さはどうなるかっていうと、この極座標の表し方を考えたら分かる通り、ここの点っていうのは、O からの、極からの距離が R っていう意味なんで、ここが R って分かるんですね。OP の長さは R、これすぐ分かります。じゃあ、この PH はどう表せられるかっていうと、PH は、こうするといいですよね。PH の長さを考えるには、こっちで見ていきましょうかね。今僕らここの長さを知りたいと。ね。ここの長さを知りたい。じゃあどう考えたらいいかなっていうと、ここからここの距離が何歩ですかっていうと、これ4っていうことは、これは O からここまでの距離が4っていうことなんで4ですよね。そして、こっからここの長さを引き算したらいいじゃないかって考えるんです。ね、ここの長さを引き算したらいいじゃないかと。じゃあここの長さってどうなるかっていうと、慣れてる人はもうすぐにね、R 倍のコサインシータでできますし、慣れてへん人はね、じゃあもし A とか置いたら、コサインシータは R 分の A ですよね。ということは A はどうなるかっていうと、A は R 倍のコサインシータになると。つまりここは R 倍のコサインシータっていうことがわかるんですね。じゃあここが4で、ここが R 倍のコサインシータやったら、ここも、そしてここも、4-R 倍のコサインシータじゃんかっていうことで、この、pH の距離が 4-R 倍のコサインシータやっていうふうにわかります。こういうふうに表すことがポイントなんですね。とにかくこの
OP イコール PH というヒントを使って R と θ の関係式を作っていきたいんです、僕らは。そのためにはこうすれば一番うまくいくとっていうことですね。 OP が R で PH が 4-R 倍の cosθ なので R イコール 4-R 倍の cosθ って分かると。でこれはあとは整理していくだけですね。こっちに移行するとね。で R でくくると、そして 1+cosθ で割ると。そうすればこういうふうに答えが出てきますよね。はい、ということでどうでしょうか。放物線の極方程式ですけれども理解できましたでしょうかね。もしね疑問点などあれば遠慮なくご質問くださいませ。でね、もうできたよっていう人はね、自分でもノーヒントでできるように類題見つけてしっかり練習しておきましょう。